はい皆さん、こんにちは。スタジオマニさんです。いつも私のチャンネルを見てくださってありがとうございます。えっと、本日はですね、これをね、ちょっとね、作っていこうかなと思うんですけど、これをね、成形したね、やつはね、前回のね、動画をね、ちょっと見てくださいね。えっと、概要欄にちょっとね、貼っときますからね。で、それでちょっとね、あのやって、プリントアウトしたのがこれですね。で、これがね、木取り図ですね。で、これをもとにね、ちょっとね、ホームセンター行ってね、木をね、買ってきましたね。 でねえっ、ー、と言いたいところだったんですけどねあの前作った棚ねあのバラしたね木がね何本かあったのでそれでねちょっとね代用できるところはねあのしていこうかなと思います多分ねこれね足りるんよねうんよしじゃあね作っていきますはいじゃあですねえっ、ー、と材料ねあのカットしていくんですけどあの寸法はですねあの気取りずにね全部ねあの書いてあるのでもうそれをねあの見ながらですねあの正しく寸法をね でででカットしてていいくっていう感じですね、うん、であのこれね下のねこのねクレッグの台なんですけど短いやつはねあの黒いねあのクリップじゃねあの何固定できないんですよね。であの手でね押さえてやるいうのもねちょっとね怖かったのであの台につけるやつねこれええー、やつがあったのでねそれをねちょっとあの <laughs> つけてですねやってますね。うん、やっぱりねクレッグのあのあこういうい なんちゅうのクランプはね本当にねワンタッチでねカチッとできるからねほんとなんかこれ買ってからねものすごくなんかこういうカットがねあのスムーズにねできるようになりましたね。 ここれねあの1回1回ね固定して、ね、こうやってやらやらないけんでしょでやっぱりねこの 1x4 とか 2x4 とかもうこういうね細い材ねこんだけね寸法でちゃっちゃちゃちゃ切るんだったらねやっぱりねスライド丸の子がね、まあ、効率はいいと思うんですけどねまあなんせね持ってないもんだからねまあ仕方ないですよねまあ置くところがねないんですよねうんじゃけんねまあまあ仕方ないんだけどね。 うん、そうこういうかねちゃんこにね置かせてくれたらねありがたいんやけどもうんまあね <laughs> 文句言われるかな <laughs> まあいいかなはいじゃあちょっとね切り終えましたねはいそれではですね、えっと、ポケットホールをね開けていきますであの、まあ、今回のね固定の仕方はですねえっとまあポケットホールジグを使ってですね、まあ、穴開けてでその、えっと、ネジでね なだったかなネジの名前ちょっと忘れたんですけど、まあ、専用の専用のネジでカチッと止めるっていうねやり方ですね。まあこのねジグに出会ってから、まあ、その止め方しかほとんどしてないんですけどねまあねお手軽にできるって感じですね。であのまあこの機械のことはまあ前の動画をね見てくださいね。うんあのまあこ,これでこれでうんこれの悪いところって うんいや考えたんですけどねうんないんですね僕が思いつく限りまあ言うたらねし、まあ、仕方ないんじゃろうけどねポケットホール穴開けるでしょでポケットホール穴開けてひっくり返した時にね前開けた穴からですねあの木くずがねちちちょろちょろろっと落ちるんです、ね、<laughs> まあそれ言い出したらねちょっとあれかもしれんけどまあちょっと見ようってくださいこれね,ねまずね開けるでしょこうやってね。でこの この時にはねあの木くずはねね木れるんですよなんですけどこれひっくり返してねえ今落ちたでしょ分かりましたねうんこれこれね前ね開けた穴ひっくり返してね開けおったらね上からザラザラって落ちてくるんですねこれはねでも,もうしょうがないんじゃないかなと思うんですけどねうんじゃけまあ長いものになったらねちょっと吸いながらひっくり返してみたいな、うん、のをねちょっとやってるんですけどね まできるだけにこう吸,う <laughs> 吸えるところは吸ってね。うんやるしかないですね。はい、まあね。穴はけ終わりましたね。はいでね。えっと今回ですね。板になる部分をね。どうしようかなと思って。あのまあホームセンターにね。行ったんですけどね。まあとりあえずね。これねまあ安かったんでね。これにしたんですけど。まあね、安い言うてもね。1枚1000円しましたからね。これね。多分ね。1枚ね。1000。 千八十千八十円いうことはないか。でもまあ千円ぐらいでしたね。でこの大きさでですね。うん、であのー、後から思えばね、普通のね合板にすればよかったなと思いながら、あのー、まあ言うたらねえっ、ー、と九百十のあの千八百二十のあのサブロックバン用やつですね。あの新葉樹のね合板があったんですよ。 えっとあれがですね多分ね近くのホームセンターで今ね1,700円ぐらいだったからそれでもむちゃ高くなっとるよねほん <laughs> なんだけどそれを買った方があのーまあ、寸法的に言ってもねあのー、得だっったかかなとか思ってますねよくねご飯使うのでまあね余ったら余ったでね別なもんにね使えるけまあそれの。 それで,でもええんかなとか思いながらねまあ今更なんですけどねでまあこのねあの今ね使ってるやつは杉の板のですねえっと,、えー、っと300の今思えばねえらい高いんだと思う5万まあご飯と比べたらねあれじゃけどねまあ比べるもんがねえいけんいけん違うけんねあれじゃけどね。 まあですね、今回ねあのーまあ、作りながらね反省の方を言うのは何かと思うんですけどとりあえずね加工はねしやすかったですねこの板ねあの杉のね柔らかい感じでね <laughs> 加工はしやすかったんですけどあのー、だいぶね柔らかかったですねうん結構ね柔らかかったねあのどんぐらい柔らかかったか言うたらですねえー、っと 1x4 の。 1x4 をちょっとスポンジ毛にした感じって感じかな <laughs>。なんでねこれがね止まるかどうかが不安だったんですねこのあのビスがね。なんだけどまあちょっとねあのグッと締め込んだら多分ねぐるぐるっていきそうだったからちょっとね加減しながら止めましたね。まあ止まったからねまあ OK にしたんですけどね。 まあね、えっ、ー、とま木,木のね。硬さいうのもね。もうちゃんとね。考えなきゃいけんな思いましたね。うん、木の硬さとね。あのちゃんとビスが止まるかいうのをね。うん、結構ね。これで柔らかい系ね。で、あの結構ね。肌触りが良さそう。良さそうだったからあええー、かな。思ったんですよ。うん、あのムクっぽかったしね。<laughs> なんだけどちょっとね。そういう部分もね。ちゃんと考えなきゃいけんな思い思いましたね。 はいでえっ、ー、と今回ねここねあの書いたところいうかあのちょっとね削ったところですねあの取ったところねでこれがねうまくはまるかないうてねあのちゃんとねあのワンバイォーを当ててねあのやったつもりだったんですけどねあの全然合ってなかったですね, <laughs> ねまあ、ちょっと寸法を直してですね直していうか削ってねえっ、ー、と頑張ってはめようるところなんですけど結構硬いね。うんで、まあ ちょっとこいつでね。締め込んじゃろう思ってね。<laughs> そしたら入ったね。はい、うん。ほんでえっとね。今回ね。もう一つ問題があったんで問題だらけだったんだけど、えっとね。棚と棚のえっと高さがね。ちょっと狭すぎてですね。 インパクトでねインパクトドライバーかであのネジをね締めれなかったんですよ。なのでねちょっと強引にこのねあのレンチいうやつかいねこのカチャカチャやるやつこれでね締めることしかねできなかったんですね。でえっと 調べたらですねえっ、ー、と L 型のアダプターいうのがねあったんですね。あの電動用ドライバー電動ドライバー用のあのスーパーミニ L 型アダプターいうのがねあの出てましたね。あの狭い隙間でもねあのネジがね打てるようにねなんか L 型のね やつがあったんですね、えっと、58mm のねあの隙間でも言うて書いてありましたけども結構ね 58mm って結構狭いですからね、うん、そこにね打てるようなねあのやつがありましたね。なので、ね、もう早速ねあの注文しましまた、うん、でこの時にはもうなかったっけねさっきみたいなやり方でねカリ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 ねあのネジをね頑張って打ったんですけど、まあ、そういうのがね えとあるようなので、あのー、1個持っとった方がいいかなと思いましたね。はい、でえー、と前言うてねあとこの何コロコロをつけたら完成ですね。はい、でえっ、ー、と完成したのがこれですね。 はいなんか椅子みたいですけどね、うん、座れるかなと思ってね座ろうとしたらねちょっとパキって言ったけどちょっとやめとこう思って <laughs> あのやめたんですけどねであの下の段にねえっとバイオリンをねこうやってね入れて、うん、まあどっちでもいいですけどね、うん、バイオリンを入れてであの上の段にねあのビオラをね入れおこうかなっていう感じですねうんまあよく弾くやつねまあ、上に置くかなっていう感じで,、ね、でこうやって開いておいてもね、うん、安定するのでねまあ良かったな思いましたね、うん、であの まあちょっとね大きめにねあの寸法しようかなと思ったんですけどもうこのね楽器の出幅でね楽器というかケースのね幅で作った方がねまあいいかなと思ってねうんそうこうしちゃったらねまたねどんどん大きくなるしねうんであのまあ机の下にねこうやってね入れてねうんあの邪魔になる時はねうん入れりゃええかなと思いましたねでまあ高さもねこれぐらいあったらねうん持って何かして弾いていうのがねちょうどいいかなと思いましたね。 はいそれじゃあ今日はこんなところにしておきましょうかねはいこれでね練習もはかどると思いますここまでご視聴ありがとうございましたそれではまた